吉田さん、私の感覚が違うのか動画を1万本2万本っていう方がずいぶん手を抜いてると思うんですよいや仮にね吉谷さん会社員だった時のことを思い出してみましょう私もそうですしね多くの方が会社員として不自由な暮らししてると思うんですよで今後給料が上がる見込みもないし税金も上がるし社会保障費も保険料も上がるわけでしょ そうすするるると自分の使えるお金って減る一方なんですよガソリン代が上がれば全ての物価上がりますからねこのコストアップなインフレに対して私たちは消費者達してね消費できるお金がないわけですよ。でその暮らしをこれから何十年も起きていく送っていくってことを考えたら多分動画を1万分ででった方が楽ななんじゃないですかねで私が動画を始めた頃っていうのは吉谷さんもそうかもしれませんけども本当にこれで 稼げるのかどうかわからない。暮らしていけるのかどうかわからない。最悪バイトでもするかと。私今でもいざとなったら介護士しようと思ってるわけですよ。これは別に介護士を下に見てるわけではなくて需要が残り続けるのはその分野だなと思うからなんですよ。コンビニのレジ打ちでももちろん、えー、深夜のね牛丼屋でもいいんですよ。ただね、大変だと思うんですよ。手抜きができない仕事じゃないですか。しかも給料もそんなに高くない。 それ考えたら、YouTube、って手に機能でできる仕事だと思うんですよ。それが1万本だろうが3万本だろうが5万本だろうがとりあえず今こうやって始めた時は1万本取っても何もできないかもしれない何本取ったら暮らせるのか分かんないっていうところでやってみたら別に数千本の時からら暮してあの暮らしていけてますよね。そう考えたら随分頑張らなくてもできるなっていうところですよね。 もちろん、その頑張りっていうのは単純比較できないんですけども、少なくとも私がね、会社員をやったり、会社を経営したり、どっかでアルバイトをせっせとしたりするよりも、随分力を抜いてできるのが YouTube じゃないかなと。そういう意味で言うとね、私はまだ力を使い切ってないまま、YouTube やってるなと思いますよね。変な言い方になりますけどもね、まだ手を抜いていると思います。手を抜いてるって言い方は適当じゃないな。 まだ出せるべき全力はまだストックされてるなと思いますねまだまだですまだまだやりますよいらっしゃい